寒くなってきたな。夜7時に誰だろ。はーい。外が寒いの、中に入れてください。寒かっただろう。さあ、家の中で一緒に八王子カレーを食べよう。あれ、また。はーい。寒いよ寒いよ、助けてください。さあ、入った入った。一緒に八王子ラーメンを食べて温まろうぜ。今日はやけに来客が多いな。はーい。あー、寒いわ寒いの。私も一緒に温まりたい。早く私も中に入れて。あお。お願い。帰れ。ちょっと開けてよ開けてよ。お金払うから。お金ほら財布の中から。お金お金、あ、あれ1ペソとレシートとしか入ってない。寒い寒いよ。心と懐が寒い。ダンプオヤジボーイのやっつけラジオナイトメアスタート。オープニング曲、古谷智弘&ダンプノーボーダー by やからバンド多国籍軍。そしてタイトルコール小ネタ劇場は拓真高等学校演劇部皆さん、八王子実践高等学校演劇部皆さん、そしておまけのダンプヤジボーイです。今日も最後まで皆さんボランティアのお付き合いよろしくお願いします。ダンプラジオスタート。早速メッセージ来てます。鳥取県つなぎ飽きない人リアンさん、いつもサンキューです。今夜も東京まで悪魔の電波お疲れ様です。ありがとうね。疲れちゃうね本当。お前のメッセージ読むとほんと疲れちゃったって。オープニングからどうすんだよお前。うるせえよ。悪魔呼ぶんだよ。シキマって呼べいいか。分かったか。いや読まなくていい。やっぱキャンセルだ。これでいいわ。読む。夕焼け小焼け音楽祭ダンプファミリー集結と夢の出演お疲れ様でした。ありがとう。11月12日夕焼け小焼けふれあいの里で開催されました。大成功しました。ありがとうございます。僕を出演させたのが失敗だって噂がありますけどね。まあ僕にとってみればね、良かったということでね。騒げたから。だって家にいても寂しいんだもん。うるせえよ。でも本当に疲れたね。みんな歌が上手すぎちゃってね、本当にあの心が疲れました。僕歌下手だから。言い方も下手だけどね、すいません。今回は残念ながら不参加となりましたが、また来年も開催されることを期待して来年こそ東京に行くぞ。今から歩いてくれ、間に合う。来年まで歩いてこい。いいか。まあけどあのとりあえずね、リアンがね、あの僕に対して失礼だからね、あ、出入り禁止とお願いします。あの君だけには告知しないからね。怒られるわ。その際にはバキュームの天井に乗せて輸送をお願いします。おめえ吸い込んでやる全部。お前廃棄物にしてやるからな。お前ね、リアンとこれ廃棄物。あ、まあそう、僕も人間廃棄物です。一緒にチンしようねって。うるせえよ本当に。そして拡張型心筋症あおちゃん、このちゃんの応援、これからも微力ながら応援させてもらいます。そうなんですよ。またね、ちょっと難病の子をね、ちょっとまた僕も支援してるんですけどね、またよろしくお願いします。また配信ライブもやろうと思いますのでね、嫌だと言っても応援します。っていうか、あの金だけ振り込んでくれ、頼むわ。そうよろしくね。盲学校の先生にも個別で何人かご紹介させていただきました。ありがとう。ではでは、そろそろ雪の時期となるでしょうが、ラジオのように滑って転ばないようにお仕事ご安全に。もう滑りまくってるわ、おめのせいで。
頭とラジオがうるせえよ。今日も最後までよろしくお願いします。真っ逆さまに滑ってった俺、直角行ラジオスタート。この番組は八王子から世界へ、あなたの夢と未来をプロデュース、スマイルメッセンジャー NPO 法人21世紀自然環境循環研究所の提供でお送りいたします。大切なゲスト様を大切にいたぶるコーナー、いけにえゲストコーナー。いけにえゲストよ、ダンプラ城の恐ろしさを知るがいい。さあ十字架、数珠、ニンニクを持ってかかってこい。ニンニクより臭い俺のカレー臭を食らえ。俺が倒れそうだ。ウェルカーム。皆さんこんばんは。今日の生贄ゲストは、大阪から関西を中心に活躍してる暴れ者といえば怒られますけど、もう本当にね、僕に対してみれば暴れん坊将軍だけど、イケメンには甘えん坊将軍と言われている、ね、もうじき来るのは冬将軍って言っても、長いね、すいませんでございましたということでね、シナリオ何も書いてませんけど、今日はですね、関西を中心に活躍中の思われの恵美子さんです。生贄ゲスト、恵美子さんこんばんは。こんばんは。お久しぶりになっております。お久しぶりです。長野県の放送局とかね、かなりお世話になって、また福島 FM のこの前はね、楽曲提供してくださいまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。意外と好評でございました。ありがとうございます。僕の曲の後にかかったもので余計好評でしたね。素晴らしいですね。僕の歌をこの踏み台にするのはお前しかいないということでね、はい、で人の屍を踏みつけて頑張ってる恵美子さんということで、恵美子さん、はい、恵美子さんはシンガーソングライターで、ギター担当でね、歌を作りながらやってるんですけど、はい、今これ東京スターラジオっていうのを八王子で放送してるんですけど、恵美子さん、八王子と言ったら何かこう来たことありますか？実は八王子はないんですけど、お名前はもうちょっと帰れ帰れお前帰れ そうそこありますって言わなきゃ。ちょっともう一回じゃあもう一回このままいくよ。恵美子さん、恵美子さん、八王子なんですが来たことありますか？あります。嘘つけたのやろ、余計ムカついてきた。あります。ね、はい、今日は4月1日放送ですかね。すいませんでございましたということで、はい、こんだけノリがいい恵美子さんでございます。もう歌よし、トークよし、人柄よし、柄は悪いということでね。ね、ありがとうございます。恵美子さん、じゃあ東京、八王子とか東京の思い出なんかありますか？東京はめちゃくちゃ歌いに来させてもらってたので、思い出はめちゃくちゃあります。ありがとう。そうですよね、来てますもんね、結構ね。東京府中刑務所とかね、はい、3年間確かね、お勤め極道様でしたなんて感じでね。であとはもう歌舞伎町に行っちゃもうね、はいはい、シャンパンタワーやったりとか、はい、もうスイロールやってるのも ねホストクラブ通いすぎだなんて、それはないですけどね。すいませんね、はい、だけど東京どうですか、愛美子さん。いや、遠いんですけど、もう大好きです。で棒読みでありがとうございますね。さん、すいませんね、もうじき、これ出入り禁止しちゃったんで。そうです。あ、東京の何が好きですか？暖かいですね、やっぱり。いろんな地方からこう来られているので、なんか東京出身っていうだけじゃなくて、はいはい、本当にいろんな場所からこう来られた方々に歌をこう届けれているっていう、はい、なんかそういった独特 なるほど、はい、そうなんです。初めて東京に歌いに行った時、もう緊張しすぎて、はいはい、あら、もう恵美子さんが、だって恵美子さんなんて、はい、ね、人前でね、裸でカンプマサスしても恥ずかしくないっていうの、そんなもう心臓に毛が生えた、心臓に胸毛が生えた恵美子さんが、ね、失礼しました、ファンの皆様すいません。いやあ、緊張したんだ恵美子さんが。もうね、2人とも緊張しすぎて、もう、はいはい、そうそう、皆さん、実は思われというのはアコースティックデュオで2人組なんですよね。あ、そうなんです。千恵美ちゃん、千恵美ちゃんが今の、ね、育休なんですよね。育休中で ね、そうなんですよ。でたまにこう2人でね、また歌える時とかあるんですけど、はい、いつも思われというね、はい、2人組で僕をいじめて遊んでやがったというね、はい、こいつらなんですよね。ねえ、はい、そう、それ昔から意外と付き合いが長いんですよ ね僕たちとはね。ありがたい。そうです、そうです。それで、ね、今は恵美子さんは今ちえみさんが育休なもんで、一人で木刀を持って頑張ってる、ギター持って頑張ってるということでね。ねえ、そうです。それでなってるんですけど、はい、じゃあ東京に何度も来てて、でもやっぱこの、その緊張してたけど、それが今じゃいい思い出になってるってことですよね。そうなんですよ。一発目がめちゃくちゃ緊張したんですけど、ね、皆さんとても温か
く迎えてくださって、すごい、もう本当すごい、はい、すごい、何がすごいって、もう本当に皆さん、あのリスナーの皆さんに僕の説明しますね、はい、僕よく思い出してください。僕の質問は東京来て東京はどうですかって言ったら自分のライブのことばっかり言ってるんだよこいつで、いや緊張しましたとか歌いましたとか言って、もうとんでもない女だとかいうことでね、そう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 いいんですよ、それでいいんです。あのこうやって構っても必ず返してくる恵美子さんがすごいと思うんですね。僕逆に早速あのね、あの僕とはねこの前あの長野の放送局でね、あの3ヶ月前にこう出てもらったんですけど、はい、あれから何かありましたか？何かこうね、私こういうライブやりましたとか面白いことやってよとか何かあります？そうですね、あのまずは CD を出させてもらったことと、はい、うん、ああそうだ、 CD いただきありがとうございますね。そうそうです、その時のラジオではあのまだ、はいはい、曲が揃ってなかったんですよね。そう出てなかったのよまだ。そうなんですよ、うん、それで次に、はい、じゃあ CD 出したら CD 出したら出てねって言ったら俺曲変わってたということでごめんなさいね本当に、ね、あっという間に突然変わったんです本当にね、はい、僕もねパッと映っちゃいました、すいませんっていうことでね。すごいです、すごいです本当に、ね、いやいやすごいのはやっぱりあの東京どうですかって言ったら私のライブって話してあなたのがすごいと思いますよ。東京ね、ね、東京の話をしろで聞いてたのね、ね、ね、あの、いや、いいです、いいです、いいですよ、全然ね、はい、これ、ね、ネタになりますから。いや、ね、はい、じゃあこの CD の、じゃあちょっと早速、じゃあここで1曲ちょっとそのね、出た CD の聴いてくださいっておすすめの1曲お願いします。はい、9月17日に発売させていただきましたメレンゲの中から、はい、はい、2曲目です、はい、トワイライト聴いてください。今日も一日が終わると夜道に風が私を撫でる。また明日を迎える。心に余裕がなくてもきっときっと踏み出せる。この ワールドだね。全てがやっぱ他にはないよね。いやなんかあのなんかこう勝手に、はい、やっぱね入り込んでくるっていうか、なんか横で歌ってくれてるような感じ、ベンチに座ってると。そうなんですか、なんかねそこでね急にねなんかベンチに座ってあ疲れたな今日もっていうと、はい、いつの間にか横で恵美子ちゃんがねギター弾いて歌ってると。なんかこっちまでリズム良くなって、なんか明日も頑張ろうかなっていうようなね、そんな不思議なねファイトソングですよね恵美子さんのはね。あ、嬉しいです、ね、ありがとうございます、ね、いやすいません本当に僕もお世辞が上手くなった年頃ということで生きてくるの大変ですからね。そうそうそう、ね、そんな歌なんですよ。あのそしてこれあの最近このどっかで何かあの、はい、ライブでこうねいい思い出ありましたか？そうですね、あのハロウィンライブは今年させていただきまして、はい、ああ10月ですもん先月、はい、やりました、ね、ハロウィン、あハロウィンといえばやっぱりあの、ね、あのいろんなのに化けたりするんですけど、そうですあのやっぱり恵美子さんもやっぱりノーメイクで行っていきなり鬼太郎の友達みたいなようなやってて怒られるわ。何を仮装したんですか？まずあの、まあ、あの平野梨沙ちゃんっていうアーティストの方と一緒にさせてもらったんですけど、あ平野梨沙さんね、ご存知ですか？はい、あそうですか、ですね、あの2人でどんなんしようかって悩みに悩んでですね、うんうん、はいはい、2人大好きだ、うん、ディズニーランド、ディズニーランドのディズニー、はい、すごいディズニーに対して ね、あの謝罪してくださいね2人とも、ね、そうそう怒られる怒られる、ね、これも東京ディズニーランドですから、はい、ね、あそうだうまい、ね、ここでつなげてきたか。いやだけど一つ言っていい、千葉県だぞあれ、ねね、なんで東京で聞くんでしょうか、ね、いや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 、そうなんですよね、そうなんですよね、東京恵美子、はい、東京ダンプ屋上でございます僕たち、お願いしますということでね、はい、はい、ありがとうございます、はい、そ
そこで、もうミッキーとミニーちゃんで行こうかっていうことで、はい、まず一つは私のかわいい、はい、ミッキーをやりましてですね、うん、そうなんですよ。ミッキーの、はい、やっぱミッキーのミってみあの漢字書くと未熟のミに切って鬼って書くんですよね。怖いねえ、さあ合いますよね、美子さんに合いますよね。牙生やして鬼は外ってやったってことですね。ハロウィンでもアメリカのハロウィンとあの節分の日本で日本とアメリカ戦争になるぞ、お前の行動で気をつけろお前ね。気をつけます。じゃあそれはやっぱりもう ディズニーだけでやったんですか、はい、仮装は。まあ、僕はちょっと失礼だから仮装しようと思ってると思いますけどね。ダンプはもやし前なんでね。ねえ、ねえ、違うハロウィンになってしまう、はい、ダンプさんだってあれ本物の幽霊となりますからね。えみこが犯人です、皆さん。えみこが犯人です。ね、警察に言っといてくださいということでね。もともと僕足短いんですけどね、はい、あの幽霊だから足が見えないじゃん。違う違う、短いだけでございますということでね。それはどうでもいいんですね。あとは何か仮装しましたか。あ、はい、あの2人ともあの、うん、ワンピースが大好きで、あの漫画の、あ、はい、ワンピース大好き。俺はマタニティが好きです。それ関係ねえか。ねえ、なんでもないですね。ねえ、すいませんすいません。ワンピース俺も好きです。はい。好きで、はい、はい、ワンピースのキャラをやろうかっていうことで。何？恵美子さん何やったの？もうね、主役のルフィです。やった。あ、けどわかる。あ、なんか、はい、あ、似合う。ゴムゴムのってちょっと言ってみて。ガムガムのあー似合う。もうイケメン見たら鼻の下がビヨーンって伸びるね。ゴムゴムの鼻の下ね。ねえ、すごいね、すごい、すごい、かっこいいな。けどね、実際僕もねツイッターで見たんだけど、すごい似合ってた。思えっかね、超かっこいい。え、なんでルフィになったの？あのですね、あの平野梨沙ちゃんが、ちょっとコアな、あの、なんていうんですか、ちょっとワンピースって100ね、今6巻、はい、7巻ぐらいまで来てるじゃないですか。すごいんですよ、ね、もう泣けるんですよあれね、か、ね、感動する。その最新話ぐらいに出てくるキャラをやってる、やるっていうことで、はいはいはい、ちょっと私はもう誰もが知ってる、もうルフィをやろうかなと思って。そうなんですよ。そのルフィをなぜ どうしてなりたかったんですか？やっぱりルフィは海賊王になるって言い切ってるじゃないですか。いや、いいですね。もう恵美子さんもう、はい、なってるって。なってますか？なってる、なってます、ね、もう海賊版になってるってこと、もう人間海賊版になってるってこと。 CD も海賊版、これ怒られるわ。すいませんってことでね、もうすべあの海賊版ラジオ、はい、ダンプ屋ジボンのやっつけラジオナイトメアでございました。バッタモノとも言われてますのでね、ラジオ界の。失礼しました。いやだけどそれはね、皆さんね、こういうね、やっぱり、ね、はい、いろいろなね、お客さんに対してもこう盛り上がりながら一緒になってこう参加してみんなで盛り上げるライブをこう作ってくれるのが恵美子さんなんですよね。こういう楽しみ方っていうのもあります。歌だけではなく、みんなで一つになってね、作り上げていくっていう、それが最高ですよね。ありがとうございます。もうね、本当にそうなんですよ。いやー、素晴らしいですね。そこで、さらにです、はい、はいはいはい、はい、さらに、はい、ルフィになって、なんていうんですか、うん、もう12月、私は CD を出すぞって言い切りました。いや、すごいですね。これエンディングで言ってほしかったんですけどね。あ、そこで言ったんですね。またじゃあまたエンディングの方で言ってもらって、それで、ね、あのエンディングで言ってね、時間取っといたんですけどね。ね、すごいですね。どっちが俺だけ、あ、俺今日ゲストか。ね、恵美子のやっつけラジオナイトメアなんでね、ふざけんなもうね。はい、でこんな面白い恵美子さんとやってますね。でだから仲いいんです僕たちね。僕だけど、僕は友達言ってるけど、恵美子さん俺のいないところであんな知らねえわなんて言ってますからね。ね、何あの家畜なんて言ってますからね。ねえ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 、フレンズって棒読みって、あのねえ、あの鼻をほじりながらフレンズって言ってますからね。だから今すごい濁ってますよね、今ね、発音が濁ってますよね。でこのあのメレンゲの CD なんですけど、こちらその恵美子さんの絵が描いてあって、これねすごいこう背伸びして、すごい、あのこれはちょっとなんか新たなる詐欺じゃねえかっていうね、あの結婚詐欺じゃねえかって。結構あのとてもいい、かっこいいんですよこれ。かわすごい素敵な絵なんですよ。これは誰が描いたんです？あの漫画家のお友達に描いてもらいました。あれ、名前言えますか、漫画家のお名前？はい、茶柱浮かぶっていう名前で。茶柱浮かぶさん、はい、いやこれ演技がいいですよ ですね。俺けどこのままね、恵美子さんにまたすごいディスってると、僕相模湖に浮かぶになるかもしれないですね。東京湾に浮かぶって名前、あ、東京ついたよ、東京ついたよ、東京湾浮かぶでございますね。ありがとう恵美子、早くとどめさせて、はい、ここで頸動脈を
そこガクチーンじゃない。ちょっと待って、早すぎて。はい、どうぞね。ありました、チーンありました。リンがあるんですね。怒られるわということでね。茶柱浮かぶさん、これ、はい、あの何かこうね、漫画見れますかね、これ。何かあのあ、はい、どっかでこう行けばとか、ちょっと教えてください、はい。太陽は知っている、太陽は知っている。いやー、なんか見てみたいんだけどね、いい絵描いて。いや、皆さんちょっとね、はい、あの茶柱浮かぶさんで、はい、太陽は知っている、これね、はい、ちょっとね、また僕の番宣の方でちょっと URL はあのアップしておきますのでね、はい、皆さんぜひ見てくださいということでね、はい。でそしてここでですね、いけにえゲストコーナーの恒例のもういけにえにしてしまう、もうなんかこれはですね、僕しか知りません、はい、あのいけにえクエスチョンテーンのコーナーです。イエイエイ。これはですね、前回のね、あの生贄さんからやるんですけど、10個の僕からのクエスチョンがあります。それに答えてもらうということでね、恵美子さんも今日これで自首をするということでね、で、いよいよ取り調べ室入りました皆さんね、はい。というわけで早速恵美子さんにいろいろ質問していこうと思う。皆さんも聞いてるだけでね、あのいろいろなの歌だけじゃなくてね、こう人間性が出てきますので、ね、どんだけこいつが悪いやつか分かりますからね。ね、失礼しました。じゃあ行きます、早速、はい、第1問。アーティストになっていなかったら何になっていましたか？あー、イルカに乗る人。イルカ食べる人っていうかと思って俺ね。ねあのもうね、この放送中にね、あのグリーンピースとかね、グリーンピースが飛んでくるのってね、海からね、シーシェパードとかね、ねの皆さんがね、あ、イルカに乗って、なぜイルカに乗ってみたいんですか？あの水族館とかにたまに行くとね、飼育員さんとか、うん、めちゃくちゃかっこよくないですか？だからやっぱこうね、あの、はい、ダンプのラジオに出てね、やっぱストレス溜まるじゃないですか。散々言われて、でイルカに乗ってイルカ蹴飛ばって虐待じゃないですか？違いますよ。虐待なんですよね。そんなね、でハイヒールを履いて女王様とお呼びになるっていうね。この恵美子はもう本当にね、あの全ての哺乳類のね、あの脊椎動物の皆さん逃げてくださいということでね。俺は大丈夫、僕は、皆さん大丈夫、僕は節足動物です。さっきあのこいつにダニって言われましたからね。ありがとうございます。ね、だけどイルカに乗ってみたいっていうね、動物が好きだということでね、はい、好きですね。ありがとうございますね。その中でもイルカ、魚が好きということでね、ありがとうございますね。じゃあ次いきます、はい、2番。けどイルカよりもね、ホウジロザメ似合いますよね。えねえとね、ジョーズとかね。はい、失礼しましたね。2番と第2問。次、生まれ変わったら性別は男と女どっち？男になってみたいですね、一回。あ、男。なぜ男？その理由は、はい、なんかあの、タッチション。そうですね、ちょっとやばいから、やばいな、やばい。あのちょっとあのね、あの恵美子さんで、ね、ちょっと冗談乗りすぎてる。イルカに乗るより冗談乗りすぎてるからね、今日ね。ね、もうちょっと飾っていいよ。ね、そうそう、でいいね。なぜ男になりたいと思いましたか？なんか、強くなりたいです。今でもさえすごい強いじゃないですか。ね、ガが強いし、ね、人のことダニとか平気で言うし、東京湾、ね、東京湾浮かぶずくんにとかなんか言われるし、ね、あ、強くなりたい、ま。守りたいです、ね。守りたい。誰かを守りたい。守りたい。はい、いや、まあ、誰かを守りたいか、かっこいいですよね。ねえ、けどこの男が、はい、ね、あの、エミオ。ね、エミオが守りたいって言っても多分日本国家守ってくると思いますからね。一人で右の拳で多分国家を守る男、エミオでございます。よろしくお願いしますということでね。ねえ、けどね、絶対強くて優しい人になると思いますね。ねえ、あ、まあ、けど夜の方はやらしい男になると思いますけどね、エミオはね。ね、ありがとうございます。優しい、やらしいって失礼しましたという。第3問。宝くじで3億円が当たったら、さあ、何に使いますか？そうですね、まず3億円です。家を建てますか？はい、うん、家建てちゃうね。家建てもうやっぱりあの やっぱりこう ね家の門をこうガタンと上げると、はい、両サイドにこうね、マッチョのイケメンが旦那様お帰りなさいませなんて50人50人がいるってことですかね。ねえ、のえねえ、あ、素晴らしいですね。ね、いやいや、家を建てる、どんな家がいいですか？木造ですね。木造。わからなくなってきた。木造、いやけど木造はけどいいですよ。やっぱ木の、はい、やっぱ家は木の香りね。え、
ね、はい、で今は橋の下に住んでレムグさんだから余計木のありがたさが分かるということでね、で怒られる怒られる、ね、で、あ、もう 木の家で、はい、でじゃ あ、じゃあ家を買います、まだまだお金余りますよ、ね、いやもう他には、寄付して親孝行するみたいな。あー、親孝行でそんな心にもないことを言ってね、はい、もうねファンの心をねわしづかみにしようと思ったら金だけわしづかみにして逃げた卑弥呼でございますよ ね、 ね、いやだけど優しいですね、 やっぱお父さんね、親にねとねよくしてもらうということで、いやそんな3億円ならね、はい、あの僕に1億円くれよということでね、ありがとうございます、すいませんね、こんな男には一銭もくれない方がいいですからね、せめて1ペソでいいですからね、ね、ね安ね、ありがとうございますということで、ね、安い人間には安い対価で払う、ね、思われ恵美子でございますということでね、はい、皆さんね、はい、ね、あの2チャンネルで騒いでくださいということでね、ありがとうございますね、ね、じゃあ第4問いきます、第4問、はい、本名以外で呼ばれたいニックネームは、まあ今恵美子さんは本名でしょうか、あ、恵美子本名です、はい、例えばそれでニックネームで呼ばれたいとしたら 何がいいでしょうか、恵美ちん、恵美ちん、やっぱりさっきのタッションが来てますね、ここからで、ね、男になってタッションで、ね、ここで来たが、さっきのはそうか、だからさっきの前振りだったんだ、伏線だったんですね、あの男になりたいのは伏線だったんです、ここがメインだったんです ね、あなたのメインディッシュはここだったんですね、はい、ねえ、いやシャウエッセンが出てきたんだここで、ね、シャウエッセンが、フランクフルトが、ね、はい、ありがとうございます、ねえ松崎が出てきたんですよここでね、ありがとうございます、はい、ということでエミチン可愛いですよねけどね、エミチンなんて感じ、じゃあちょっと僕が早速呼びますから、はい、あの返事してください、エミチン、はい、なんかそうであの怒って言わない、悪かった俺イケメンじゃなくて、ねえ、怒ってねえ、あいやでもどっかの魚屋だぞお前、ねえ市場にさ、ねえ、あのね、本当に卸売市場にいるエミチンでございましたということでね、ありがとうございます、ね、魚屋さんのようでしたね、イルカの肉を売ってるエミチンでございましたということでね、あのすいませんでございましたね、続きまして、はい、第5問いきます、はい、地球最後の 日、はい、何をする、もう美味しいもんを腹いっぱい食べます、いやイケメンがイケメンをいっぱい、ね、食いまくるということで ね、もうこのコーナーがアナゾンスでいっぱいいっぱいです、ね、伏線のね、タッションが出てくるし、エミチン出てくるし、イルカの肉は出てくるし、ね、イルカを踏みつける虐待出てくるし、ね、もうすごいですよ、もう地球最後の日じゃなくて今日はですね、ダンプラジオの最後の日になりました、ありがとうございますということで、僕が今日何をしようか謝罪をして終わろうと思いますということでね、俺がなんでクエスチョンになるんだこれね、はいね、ダンプのあのいけねえクエスチョン10は M さんですけど、多分僕の場合はダンプのカウントダウン10のがいいかもしれないですけど ね人生終わりますということでね、あーなるほど、美味しいものをいっぱい食べ、何が好きですか M子さん、食べ物、お肉大好きですね、いやいいですね、焼肉とかいいですね、じゃあ焼肉いいですね、食べたいですね、え、まあ、ねえ、いやでも本当になんかね、2人とも食べてないのがバレバレということでね、あの魚肉ソーセージを食べてる2人でございます、皆さん CD 買ってください、僕たちによろしくお願いしますということで ね、じゃあ次に行きますよ、はい、ねえ、肉肉しい肉だらしい2人でございましたということでね第6問、今夜イケメンにディナーに誘われました、何を食べる、イケメンですよ、何人にでもいいですよ、10人でもいいですよ、イケメンに誘われました、エミチン何食べるって言われました、どうですか、ステーキ、俺が言うとまた怒るからね、うん、ステーキ、はい、あー、やっぱり肉できましたねステーキで肉でね、え、もう本当にね、いやー、じゃあ肉できました、もうね、ステーキ、はい、ステーキはなんか、ね、やっぱなんかいやだ、そのイケメンとなんか食べたい理由は、いや、なんかあのラーメンとかだったらちょっと恥ずかしいじゃないですか、うん、ちょっとズル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 、あーなんかでこうでフォークと、まあ、そうだ、分かる分かる、フォークとナイフ持って、うんうん、あのおとなしく食べれそうなやつ選びました、うわー、すごい、はい、なるほど、見えっぱり恵美子でございますってことで、ね、正直で面白すぎて今もう本気で笑った俺すいません、じゃあ次いきますよ第7問、今夜ダンプヤジボーイかっこキモ男かっこ閉じる、はい、ディナーを誘われました、何を食べる、ラーメン俺ラーメンか、今ちょっと待って、今お前をさ、今までさ俺が質問したらさ、恵美子質問したら考えてたじゃん、時間すげえ考える時間で、なぜ俺が何食べるラーメンってどうして息継ぎの時間ねえんだよお前、なんで息継ぎがねえんだよお前、お前ひどすぎるぞ、さっきのまた伏線が出ました、皆さん
さっきのイケメンラーメンだったら恥ずかしいじゃないですかね。伏線キモ男とはラーメンですよ。イケメンラーメンキモメンダンプエッジボーイのこの4種目が全て制覇しましたいけね。何がラーメンだこの野郎ちくしょう。ねえ、いかにも自分がどれだけねえあのランキングがしたかっていうのが分かりました。これエミコから対してだからいつも電話しても出ねえわけだなお前な。ねえ、もうこれでもう自分がね、はい、あの今までエミコさんにすごい失礼なことをやってたってこと分かりました。ねえ、ありがとうございます。カウントダウン10になってますね、やっぱりね。ありがとうございますね、はい、覚えてないかもね、あのほんとね。第8問いきます。第8問、座右の銘を教えてください。ここで諦めたら試合終了だ。うわ、聞いた、スラムダングのような。いいですよね。いやー、かっこいい。もう試合終了になってますこの話は今。ラーメン、ラーメンで僕はもうやる気なくなりましたもん。ね、先のラーメンで、ね、すごいですね。もうね、試合終了の笛を吹いてくださいって感じで ね、いやー、けどいい言葉ですよね、やっぱね、はい、もう試合終了なんかないということでね。いや、これが恵美子さんを作ったんです。だからこう僕ね、僕に攻撃されてても負けない負けないって言って、はい、いいところで俺にラーメンって言ってこの手とどめを刺すということでね。愛さ最高のアイテムを持ってくるね、恵美子でございますということでね。ねえ、本当に頸動脈を確実に攻めてくる恵美子でございますということでね。ねえ、じゃあ第9問いきますよ、第9問、はい。ステージやレコーディングの大切な前に、あなたが験担ぎ、なんかやることを教えてください。はい、ライブ前とか、レコーディングの前ですね。はい。イメ、はい、イメトレ、あ、違うか、験担ぎ。何やろ、いっぱい寝る。いっぱいいっぱい寝る。いいが違うか。いっぱい寝て。いや、いいですいいですいいです。いっぱい寝て、ちゃんと食べて、運動して。あの小学生のさ作文じゃないんだよお前。小学生のさ一年四組エミチンなんでね。ダンプにラーメンだね。イケメンにステーキなんでね。ねえ、イケメン乱れ食いエミコとエミチンでございますね。もうすごい伏線がどんだけ入ってんだこの今日こそ今日は。ねえ、あ、けどやっぱよく寝て体力を温存するということですね。そうですそうですそうです。やっぱり寝る子は育つということでね。はい、ねえ、本当にね、ろくなもんが育ってないということでね。本当にね、本当に、本当に、ね、全然成長しない僕たちでございますけどすいませんね。で、じゃあ最後の問題です。はい、第10問。有名人とライブでコラボ、その有名人誰がいいですか。はい、じゃあさだまさしさんでお願いします。さだまさしさん意外と俺も好きなんですよ。はい、さだまさし、これやさだまさしさんの好きな歌は、一緒に言おう一緒に言おう、いくよ一緒に言おう、ちょちょちょ一緒に、はい、せーの、主人公、せーの、さきもりの歌なんですよ。違う、仲が悪い2人ってこと分かってまいりましたよね。僕ね、僕さきもりの歌とかね、関白宣言とか大好きで、かかしの、かかしとかね、かかしとかね、大好き、大好きです、大好き、あれはいいですよね。雨宿りとかも好きなんですよ、はい、あの、ね、雨宿りのね、あの、はい、結構この2人の恋愛のね、関白宣言とか雨宿りって笑えるとこいっぱいありながらも、そうです、ね、ちゃんとさだまさしさんってあのサビとかで泣かせるいい歌やるんですよね、はい、いや僕も好きなんです。僕先森の歌は泣きました、小学校の、はい、いいですよね、あのね、山は死にますかってね、今はダンプは死んでますってことでね、恵美子のせいでいやー、けどすごい、さだまさしさんとねコラボ合うと思う。ね、2人で言ってもらいたいもん、100万100万って言ってもらいたいですもん。ね、俺なんか恵美子110番って言いたいもん、俺散々なんか目に合わせて、ね、侮辱して、ね、キモメント食べるのはラーメンって言われてね、ね、いやーけどいろいろ、まあ、ダスキンと宣伝やってたんですね、さだまさしさん100万100万ってね、ね、110番と一緒にすんなということでね。いやー面白かった、そんな、こんな恵美子さんなんですけど、今日はすごい盛り上げてもらいましたけど、今後の今日の放送が11月26日なんですけど、はい、おすすめの今後のイベントありましたらお願いします。はい、12月18日に、はい、来月ですね、はい、はい、思われでワンマンライブがあります。やった、ちえみちゃんも来る、はい、やった、ね、これはどこでですか。大阪のカフェメイクという場所でさせてもらいます。はい、はー、なるほど、皆さんね、またご近くの方いたらぜひ行ってくださいということでね、はい、その他に何か おすすめの情報ありますか。はい、12月の24日25日と続けて、はいはい、ワンマンライブします。
ワンマンライブ、わあすごいすごい。そしてここでさらに発売するのは、さっきここで言ってもらえたかと言われちゃった、はい、はい、CD を出すぞっていうレコ発になります。みんな知ってますよ、もうさっき聞いたからね。ここで盛り上げたかったのに、もう盛り、もう期待半分、がっかり半分。ね、こんなね、もうね、本当にろくに打ち合わせしないでやってるこの2人なんですけど、いつもね、ねえ、こんな恵美子さんのこと、いや、CD もまた新しいのが発売するということでね、はい、いや、またね、このね、恵美子さんで、また東京の方でもね、ライブをまた僕、あのね、あの NPO 法人、はい、あの21世紀自然環境循環研究所の方で、またイベント企画やらせていただいておりますので、またぜひ来てもらいたいと思いますよね。はい、1月、ね、あの、1月に東京行きます。あらら、来ないで。いや、ぜひぜひ1月もね、じゃ来てもらって、1月はどこでやるんですか。8日に国分寺ギブハーツという場所で、いやいや、すごいですね。こちら皆さん行けますよ。吉川真奈ちゃんという、あのアーティストの方とツーマンライブ。吉川真奈ちゃんね、はい、知ってます、ね、知ってます。ツーマンライブで東京国分寺まで来るということでね、はい、皆さんぜひ数珠と十字架とニンニク持って行ってくださいということでね。ドラクラが来ますね。エミチンが来ますね。エミチンが気をつけてくださいね。はい、ね、はい、というわけでね、今日は本当にあのね、あの大阪からの活動でしてる、もうけど全国でこう展開してる恵美子さん呼んだんです、ゲストで呼んだんですけど、恵美子さん、あのリスナーさんに一言、最後に一言お願いします。はい、今日もたくさん、あの笑わせていただいて、笑わせて笑って、いや侮辱したと思うよ。笑わせじゃないよ、あざ笑わせてもらったって言った方がいいと思うよ。ね、逆に生贄されました、僕。はいはい、ね、笑っていただけたら本当に嬉しいです。あの歌を、ね、はい、歌も届けていきますので、ぜひまた聞いてください、はい、またね、お願いします。というわけで今日はとっても失礼なエミチンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。エミコさん、またお願いします。お願いします。さあ、焼け酒飲むぞ。番組ではあなたからの熱くて熱苦しいメッセージ募集しております。メッセージの宛先は dump.akum@gmail.com。 エンディング曲、トリコロールのナンバーで負けないで、まだまだメッセージ来てます。大阪府マイマイ親方です。普通やな笑い、お前の存在が普通じゃないんだよ。アブノーマル親方なんだよお前はな。独特しいラジオネームを考えないと笑い、お前自体独特しいんだよ。お前の笑顔、これ鏡に映ってる、あ、俺の顔かこれ。まあ、マイマイ親方とそっくりって言われてるからな。ウリ2つじゃなくてウリ8つ、マイマイ&ダンプやめろ本当に。しかしオープニングからよく喋るな笑い。僕だって脳みそが頭の中じゃなくて唇の中に入ってるのね。ちょっとディープなチューをしようか、マイマイね。ニンニク臭くてごめんね、やめなさい。だから下絡むなよ、人間が絡んでくるよ。本当に怖いな、本当にマフィア野郎め、マフィア親方。やっぱり可愛い子ちゃんの回はテンション高いよねって。違う違う違う、血糖値と血圧が高いんだ俺な。人間のレベルは低いんだよ。もうダンプ絶好調、生活がちょっと絶不調だけどな。どうしよう、幸せじゃないんだよ俺。来月からどうなるのかちょっと心配。いや俺も心配なんだこのエンディングが。多分来月は多分俺のラジオ終わってんじゃねえか、マイマイのせいでね。あ、俺か全部。心配する必要なんてないか。お、愛する脊椎動物がいるじゃん。いや脊椎動物にも嫌われてるからね。結構この前も爬虫類のトカゲ追っかけたけど逃げられたからね。早えんだ、足短いくせに。俺も足短いか、追い先も短いんだけどな。うるせえよ。出会い系サイトなかなかうまくいかないんだよね。あー、わかる、本当にね。どうしてもやっぱ20代の女の子をね狙ってってもね、うまくいかない。もうね、詐欺師か俺は。笑顔だけは天使と思ってたけど実際はペテン師のダンプヤジボーイです。うるせえよ本当に。出会い系サイトなんかやってませんからね。出会い系サイト縁側でお茶する会なんてあればすぐ応募するけどね、俺とマイマイがね。2人しか集まんねえけど悲しいわ。間違って底辺団子を引かないようにだけは気をつけます。笑いね。あの底辺団子を一応、あの胸でかいからね、胸とお尻とおならはでかいからね。すごいよ、もう1ヘクトパスカルいっちゃうからね。もう全部吹っ飛んじゃうからな、全部ね。このラジオ番組を吹っ飛びそうだ、最終回になりそうだ。というわけで今日も最後までありがとうございました、お付き合い。来週もこの時間にお会いしましょう。この番組が続いてたらお会いしましょう。さようなら。まあ作り物の胸だけどさ、あの前あの触らしてやるからね。一もみ5000円で、ああこれで俺石油王になれるかや、なれねえわ。
顔面の油だけが石油王だ。ダンプヤジボーイのやっつけラジオナイトメア。この番組は NPO 法人21世紀自然環境循環研究所の提供でお送りいたしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。